本ハム対楽天開幕戦楽天フランコ、来日初ホームランとなる第1号2ランホームラン。楽天の新助っ人、マイケル・フランコ内野手30が3番 DH で先発出場し、来日1号を放った。1-0の6回無四球1塁。相手先発加藤から左翼スタンドに特大の2ラン。球団広報を通じて打ったのはスライダーかな。初戦で1本打ててホッとしている。この場に立てなかった仲間たちもいるからね。彼らに送るホームランにすることができたかな。練習に付き合ってくれた打撃投手や、全スタッフに感謝しているとコメントした。レフトへ。打球が上がる。打球は、レフトスタンド。ボロボロやんけ。フランコすげえな。やばすぎる。こいつすごい助っ人なのか？フランコ神外人すぎるやろ。えげつないホームランや。サイクルリーチで草。ワンサイドゲームやんけ。フランコ当たりだわ。というか2巡目から打たれる加藤に戻ってる。その上にあの遅くて軽い球はエスコンに不向きだな。来日初なのかオープン戦で結構打棒が生き生きしてた印象あったから打ってたかと。本当に良いスタートを切った。新外国人としては申し分のない働きぶり。このままシーズンを通して安定した成績を残せるように頑張ってください。もともとはフィリーズの中心選手の一人だが、開幕から合わせて爆発するのはさすがですね。さすがはフィリーズの元トッププロスペクトだ。フランコあたりは野球好きならある程度読めるわ。メジャーからの助っ人で最近ハズレが多かったけど、フランコはバットの出方が今までのとは違う。キツネダンスヒエビエで草、すでに賞味期限切れやろ。A の取ったはマジで加藤から打つとは。チャンネル登録よろしくお願いします。